みんなで大きな声で、ピュンシャンって話してくれる。いい。いきますよ。せーの！皆さんこんにちは。ありがとうございます。今から皆さんには集中力とインスピレーションを強化し脳を活性化する楽器当てクイズに挑戦してもらいます。みんなできそうかな。では早速このクイズのルールを説明します。今からここにね楽器が3つ出てきます。だけど本当に音が鳴るのは1個だけです。でみんなはねその3つの中でどの楽器が鳴ったかをこれだって当ててください。では早速第1問。1番セケレ、2番トライアングル、3番タマ。はい、それではどの楽器が鳴るかな。せーの。難しいね。では一番内側の OK、 みんな考えた。では1番のセキュラのトモちゃんと、はーい、2番のトライアングルのトモちゃんと、はい、では一番こっち側にあったトモだと思った人、はーい、では発表します。正解はみんなもできたもんね。では第2問。1番スプーン、2番タモリ、3番クプラ。はい、ではどの音が鳴るかな。はい、大丈夫。よく見ててね。いきます。せーの。分かったかな今の。よく考えてね。1番のスプーンだと思った人、2番のハモジカサだと思った人、3番のクズラだと思った人、結構長くなりますね。では正解を発表します。正解は、はい、1番のスプーンです。他の楽器の音も聞いてみましょう。では真ん中のお兄さんが鳴らしてくれたシャモジカスタの音は、この音がしましたね。はい、では一番端っこのお兄さんのクプラを聞いてみましょう。こんな感じでした。ではいよいよ最終問題です。最終問題はすごく難しいから、みんなよく見ててよく聞いてくださいね。第3問。1番ヒロ、2番ヘコヘコ、3番クリーカ。はい、では音を聞いてみましょう。いきます。せーの。1番のヒロだと思った人、はい、では2番のヘコヘコだと思った人、3番のクリーカだと思った人、おお、すごい。正解は、はい、3番のクリーカです。はい、色の音を聞いてみましょう。音がしました。では真ん中のヘコヘコの音を聞いてみましょう。はい、ありがとうございました。みんな正解おめでとうございました。これで楽器当てクイズはおしまいです。さあ、脳が活性化された、みんな活性化されたと思う大人の方のジャッジです。大きな
たも特殊です。いろいろテレビの中で見えてくるクリアです。それでは検索にさようならしましょうか。せーの、さようなら。皆さんありがとう。金レベルが残っています。金レベルです。金レベルの金メダリストを呼びたいんですけど、お名前がゴールドさんとなっているんです。ゴールドさん、どうでしょう。ゴールドさんのお名前もすごいんだけどね、ちょっとね、お顔もすごいけどちょっとびっくりしちゃうかもしれない。いやだ、なんか怖いなっていう人は。え、こうしといていい。勇気がある人はこうしといていい。大丈夫な人は、ボンド様、しっかり読んでください。いいですか？では大きな声でボンド様を読みます。ますよ、せーの！ゴールデンボンバーです。こんにちは、エネシクです。それでは皆さん、今からゴールドレベルにチャレンジします。ゴールドレベルはなんとダンスをします。あれ、テンション低いな。ダンスをします。ダンス。よし、元気出てきたね。すごい受けてるね。面白いですか？面白いです。よかったよ、ね、面白いね。それじゃあダンスの先生を呼びします。ダンスの先生の名前は金子さんです。みんなで金子さんと呼んでください。一回練習、せーの、金子さん。はい、呼んだ。大きな声で呼んでください。せーの、金子さん。に似てる金子さんで、それでは今からね、金子さん見ててくださいね。今からこういう踊りを後でみんなやります、冬のオリンピックに出てくるスポーツの動きをなんとなく取り入れたそうです。よく見ててよ。じゃあみんな金子さんにパチパチ頑張ってね。はい、閉じてシャキッとパリッと閉じてやる。
いいですね。次何ですか。時計から来るのか。あのスノーボードね。スケートボードって言って怒られた。スノーボードで。ガーッてジャンプ。そう、前目、ちょっと、ね、内側より上手にジャンプね。後ろ蹴りじゃ嫌だよ。はい、スノーボードで、ね。ジャンプ。おー、次何ですか。これスケート。